はい、こんにちは。今回もネットワークビジネスに関して、ご質問とあと感謝のお礼をねいただきました。本当にありがたいと思います。今日はね20名弱の方からいただいていて、そのうちの 1名の方のね紹介させていただきます。こんにちは、久保先生、何々です。本日税務署に確定申告を行い、その帰りに持続化給付金の申請をサポート会場で行ってきました。私は会社員で給与収入がありましたので、サポート会場の職員さんから中小企業、個人事業主、フリーランスではないので対象外になるかもとの話でした。はい、ここから私補足させていただきますけども、ネットワークビジネスも一つの個人事業主です。ですので個人事業主という形で、自分のね企業をしていればこちらは対象になります。個人としての給与所得とは他にですからね。プラス申し上げますけども、第2次補正予算で給与所得を得ている方の副業としてのね雑収入、こちらの方も対象になるということでございました。ただこの雑収入とかね、あともう一個、1、2、3月に起業した方、2020年の1、2、3月に起業したての方も対象になるということでしたけども、こちらの雑収入と起業したての方に関しましては申し込みフォームがまだできていないんですよね。まあ、ですので6月下旬から7月の上旬までお待ちくださいということでした。で文章戻ります。せっかく会場まで足を運んだので給与収入はありましたが、と転売の事業収入にて申告してきました。素晴らしいですね。転売もやってたんですね。素晴らしいと思います。はい、でいろいろ書類作成など大変でした。そうですよね、わかります。今回の件で確定申告を自分で行い勉強になりました。はい、これ大事です。自分でメルカリ転売にしても他のねなんか転売にしても、これ全部事業ですから、やっぱりね確定申告は絶対しないとダメですよ。絶対です。今まで私はね、本人様の判断ですっていうふうな言い方をしていたと思いますけども、やっぱりね所得があるのに確定申告してなければ肝心な時に足元すくわれるんで、やっぱやった方がいいですね。私の動画見てる方って自分のビジネスをねやっていこうと思う方だと思いますから、やっぱりねこのぐらいいいだろうと思ってもダメなんですよ。メルカリで商品販売してたら立派な副業で副収入がありますから、そこは確定申告した方がいいと思いますね。詳しくはね税理士さんと相談してください。次回からの確定申告に生かしていきたいと思います。久保先生には様々なアドバイスをいただき本当に感謝しております。結果が分かり次第またご連絡申し上げますということですね。確かにね申請する条件はクリアしましたけども、その申請が受理されてお金が払われるかどうかっていうのは、今度はね持続化給付金のサービスデザイン促進協議会ですか、あそこの判断になりますので、ここは私たちの能力の及ばないところでございます。私がお話しできるのっていうのは、自分は対象外かもしれないっていう方に対して持続化給付金の対象の方ですよってことをね気づいていただくことだけなんですよね。あとその手続きっていうのは、確定申告にしてもそれから開業届にしてもね、これは言ってみれば当たり前にやることですから、これは今からでもいいんで誠実にやっていきましょう。それでは本日は以上です。本当にメッセージありがとうございました。